はいどうも一般人でーす。というわけですね、今回はね、車を、まあ、普通乗ってる人いると思うんですが、車を乗らないことによる故障起きやすいところ5選やってみたいと思います。まずはね、全然車ね乗らないっていう方要注意。まず よくあるバッテリーだね。バッテリーはね、やっぱね、発電しないと全然ね、待機電力っていうのが使われてて、常にね、カーナビゲーションとか時計とか、まあ、そういったね、あとコンピューターとかもあるんだけど、そういうのにね、電気がね、少しずつね、暗電流っていうのが使われてて、そうするとね、バッテリーは徐々に徐々にやっぱり、ね、減っていくんで、バッテリー上がりっていうのはね、まあ、一番よく聞かれるようなものだと思います。2つ目はね、ガソリンだね。ガソリンもね、結構ね、ずっと止めとくと上のね、寒い時とか結構結露するんだよね、タンクの中が。タンクの中ガソリン入ってるんだけど、そこにね結露すると、水がねポタポタ、空気の中に含まれてる水がねポタポタ落ちて、それがねガソリンと混ざるんだよね。そうするともう何年も動かさない車とか、そういうのあんまり動かさない車とか、そういうのだと、そのガソリンと水がね、こう水が下の方に溜まって、燃料タンクが鉄とかで、そういうので腐食するようなやつが、使ってるようなやつだと結構ね、燃料タンクが錆びたり、燃料ポンプが錆びたり、あとね、下に最悪のやつはね、穴が開いたりもします。タンクがね錆びちゃって、あとはその錆がね、燃料系統に回っちゃって、ポンプ、一応ポンプで吸い取るのは吸い取るんだけど、吸い取ってインジェクターとかキャブレターとかに行くんだけど、そこにね、まあ、一応フィルターはついてるんだけど、そこもね通過するんで、そうするとね結構ね燃料の目詰まりとか、そういうので結構調子悪くなりますね。まあ、大体2年とかほったらかしにしちゃうと、もう大体ダメかもしれない。で3つ目、これね結構ね意外かもしれないんだけど、エアコンだね。エアコンのコンプレッサーって、もうねコンプレッサー回すのにね、オイルが循環してるんだよね。オイルが循環してるんだけど、あまりにもね1年、例えば1年に1回とか使う車とかも、もうやばいかもしれない。こう例えばオイルが循環してない車で置いとくとね、やっぱどうしてもオイルってこう下に下がってくるよね。そうすると上の方はね、オイルがない状態になっちゃうんだよ。垂れて油膜がない状態で動き始めるんで、結構ねそれがねない状態で回り始める時って結構負担かかるんだよね、金属類に。でコンプレッサーがない状態で回すからね、まあ、最悪本当にそのプロペラみたいなやつがついてるやつもあるんだけど、それがね、こう錆びて下に落っこってこないと、こっちにね当たって異音がするっていうねパターンがあります。なんでね、こうエアコンはやっぱりね冬場でもちょっとねこうオンにしといた方がいいかもしれない。あとはね、何年もエアコン使わないっていう車は、まあね、たまにしか乗んないから、しかも夏場はあんまり乗ってないっていうね車とか、結構ねやっぱりそのエアコンの焼き付きとかで、まあ、故障が、ね、結構多いみたいなんで、それもね気をつけた方がいいと思います。できればねエアコン、たまに乗らない車でもエアコンオンにして、ちょっとね1ヶ月に1回ぐらいこう回してあげて、循環オイルをね循環させてあげて、こう、ね、やった方がいいんじゃないかってね個人的には思います。4つ目ね、タイヤだね。タイヤもね、あんまり乗らないとダメになります。
なんでかっていうとね、タイヤのゴムって中にね、こう劣化防止のね、やっぱりオイルっていうかそういうのがね、混ざってるんだよね。で、タイヤがこうね、回転しないとタイヤがね、伸び縮みしないですよね。荷重が伸び縮みしないとね、そのゴムに入ってるね、劣化防止のオイルがゴムからにじみ出てこないんだよね。そうすると普通回転してればね、それが常ににじみ出してて、こう、ね、圧力かかった時少したわむよね。そのたわむあれで結構ね、劣化防止剤がタイヤの中からにじみ出してひび割れとかをね防止するんだけども、それがねこうない。やっぱねずっと、まあ、俺んちとかもそうなんだけど、展示車とかでずっと動かない車とかそういうのだと、その劣化防止剤がどうしてもねタイヤからにじみ出てこないんで、このねたわんだ一番下のところの一番たわみが大きいところがね常にこう膨らんだ状態になるんでね。そうすると劣化防止剤がないために太陽の日光とか、あとオゾンとかね、そういうダメージをね食らうんだよね。そうすると徐々にね、このねタイヤがねひびが入ってきます。で、まあ最悪ね、こう周りが結構ねひびがね結構深くなってきて、タイヤ交換しなきゃならないっていうことがねあります。で、最後5つ目はね、これもね整備しかわかんないかもしれないけど、ブレーキだね。あんまりにも乗らない車だと、まずブレーキのねこうローターとかドラムとかあるんだけど、そこはねサビがねついちゃうんだよね。結構ねやっぱりこれも結露とかなと思うんだけど、暑くなったり寒くなったりした時にこのローターとかねドラムとかにこう結露でね水分がつくんだよね。そうするとこのローターがねもうサビサビになってしまう、ずっと置いとくと。そうするとこう走った時にブレーキパッドにねこうそのサビで焼き付いてる時がたまにあって、走り出さないとかねあります。そうするとねこうなかなか走んなくて、しかも走ったとしてもローターがサビサビな、あまりにもサビサビになってるとブレーキパッドのねこうサビでデコボコになってっから、ブレーキパッドでこう挟んだ時に通常よりも速い速度でブレーキパッドを摩耗してダメになるとかねあります。ブレーキのねドラムとかもね内側からこうずっとか、ね、中で広げて止めてるわけなんだけど、そのブレーキライニングがねドラムと固着してしまって、後ろのタイヤだけね固着して動かないっていうのがね結構あります。さらに言うとホイールシリンダー、このブレーキドラムの中のホイールシリンダーっていうピストンをね広げる部品があるんだけど、そのピストンを広げるところがね、ホイールシリンダーが鋳鉄の場合だと結構サビがねやっぱね出ちゃうんだよね。こう全然動かさない車だと。そうするとそのホイールシリンダーが錆びちゃって、そこからねブレーキオイルが漏れるっていうこともね結構あるんで、特にね鋳鉄の車ね、今の車は大丈夫かもしれないけど、昔のキャリーとかね結構鋳鉄を使ってたんで、ホイールシリンダーに他にもあったけどね、そこからねオイルが漏れてダメになるっていう感じのやつがたまにあります。それもねやっぱねブレーキこう踏んだりしてればある程度ねブレーキオイルがこう潤滑してくれるんで、サビもねつきにくいんだけど、全然動かさない車だとねそういう風な感じでダメになります。まあ他にもねダメになるところ多分結構ねあると思うんだけど、まあそういうのねあるよって方はね、コメント欄とかね、書いてもらえればって思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。車は適度に乗りましょう。また会いましょう。バイバイ。車は走ってなんぼだからね、乗らないと逆に調子悪くなります。マジで。本当に、俺はそう思う。ありがとうございました。